一き道処刑の図生き道は、江戸時代に行われた死刑の一種。形状に土を持って土壇場を作り、そこに目隠しをした罪人をうつ伏せに横たえて、二名の残首が同時に首と胴を切り、放すものである。遠方八年と、源氏年間にこの刑に処せられたものがある。正法三年七月、人妻を誘拐し、逃亡中に殺害した野造という男が処刑された。 家よみ機には、悪逆者に、極むこうゆえ、過半の者とも江戸へ不相伺い、御道具も、優のこうゆえ、成敗公様にと猿付つけ、ついて根性の、とある。協議の結果紛れもない悪人と判明したため、藩の重役は、藩主、星名正幸に伺いを立てず、野蔵を、試し切りのため軌き道に処したのである。女王四年二月、語りの罪で捕らえられた八人のうち三人が、 ご道具様ものとされ、あとの五人は処刑された。三人は、藩主の刀の切れ味を試すために生きたまま銅を切り裂かれたものとみられる。金沢藩では18世紀後半まで重罪人に、対して、生き道の刑が執行されていた。法暦13年、主刑長の白銀や余罪門が盗賊と博打、密通などの罪で生き道に処せられた。明和7年、主人の姉と密通し、 主人の姉を差し殺した後、真珠に失敗した、東方玄太優が生き道になった。源氏1年、1864年10月26日、尊上派の藩主福岡宗介が、金門の変直前に、長州藩主と結託した上、偽りの上昇を出したとして、藩主、前田成康の激凛に触れ、生き道により処刑された。ありがとうございます。